ク小堀、こんにちは、サワイアンゲームズでさーしゃれ俺もうガッツ公明のなければ多分あインスタアットマーク小堀フォロワー爆増案件でございます。はい、ということで本日なんですけども、もうおそらく皆さんもご存知でしょう、このプロスピに現れた最強の中継ぎ、高津巨吾本日使っていきたいと思います。もう能力とかもみんな分かってると思うから、もうすぐにリアタイいきます。はい、マッチングいたします。アツシ大勢よろしくね。うん、最近打率下がりすぎてマジでやばい。うん、本当にやばいです。で、実はあの高津巨吾、まあ慎吾なんだよ。まあ俺は巨吾っていう、うん、俺ニックネーム巨吾ね。巨吾は俺実はもう一回使ったんだよね。いつ使ったかって言ったら、昨日あのピチャソ、ピーちゃんっていうプロスピをやってる、まあ、YouTuber の方いるんですけど、彼と一緒にね、ちょっと夜リアタイでやってて、まあ、彼生配信したんだけど、あのね、実際使いました。あのね、あのチート並みに強いんだけど、そんな強い弱い一旦置いといて、あぶね、強い弱い一旦置いといて、あのその配信のアーカイブを、みんなには絶対に見てもらいたい。マジで、本当に伝説級に面白い、うん、配信だったんで、戦いを見た後にその後ね、戦いが終わった後も最後見るようにしてください。ちょっともう詳細はネタバレになっちゃうからもう言わないんだけど、本当に見てほしい。うん、ちょっと待って、ペンがまた消えるんだよね。早く強固出したい。強固出さないとピンチになる。ピンチになると強固出せないからね。うん、ピンチになると強固出せないから、俺ピンチ背負わせろ、お前。適当にも配球してんだから、どうせ俺。オッケー、もう、ちょっと強固よりも外気場とか強え。もう名前がめちゃくちゃ。さあ、とりあえず打つか。で、もう2階の表でも巨吾出すか。うん、巨吾出してもはやもうピンチ背負いに行く。見るようにして、だからこういうね、低めのツーシーム手出ちゃってる時点で、もう話にならないんだよね。まあでも、俺の打率って、3割5分から、4割9分8厘ぐらいの幅だから、正直、あのもう、俺、いつき一流しない。それぐらい幅あるプレイヤーだから、俺。うん、それぐらい幅あって、どのタイミングで俺と当たるかによって、うん、負けるか勝つか、うん、ほんと決まります。落ちるんじゃね？オッケー、ストレートはなんとか打てましたね。まあ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 、もうそんな、もう低レベルすぎる。まあそういうの置いといて、とりあえず強固ね、もう走れ。俺走ったら強いから。あ、もうダメだ。うん。走ってんのはいいんだけど、あの、振るなよ。ヒット頼むよ。で、次強固出すから。オッケー。よし、強固出そう。お前何やってんの？それは何？誰？おい、柳田ふざけんな。もしかしたら負けるかもしれない。巨吾で、とにかく頑張ります。はい。アーティスト降格、はい、もう終わりですね。はい。その中で果たして巨吾は戦えるのか、もう配球もなんとなく。なんとなくでいいんだよ。巨吾を信じて、なんとなく。で、あと、ここら辺とか。巨吾を信じて、なんとなく投げる。どう？いやらしいんじゃない？で、ここら辺。これを、月中にしてくれたら最高。OK！ これが、巨吾！チート！タイピンチ出てないっすからね。ね。タイピンチ出てないんです、巨吾。それでこの強さ。うん。チーターだよ、巨吾。もう巨吾で抑えたから、これ勝たせていただきます。ごめんなさい。一回黙ります。一回、盲目プレイ。盲目プレイはダメだ。絶対ね、盲目は。盲目がダメなんで、こっから、まずはコツコツって勝ちます、普通に。一安、もう二安打ぐらいで。完璧。うん、集中したら打率5割なんです。うん、でも普段適当にやるから打率2割。うん、そういうプレイヤー。まあ、調子こくと負けるからやめよう。それは、ラツキーすぎる。その質とはラツキー。まあ、勝ってばいい。勝ってばなんでもいい。今日再開、次。もう一試合行きましょう。打率2割、ちょっと参考にならないかもしれないけど、もう完封します。なんかそういえば、イチローセレクションが来るって、明日だよね。ちょっと初めてのイチローセレクション楽しみなんだけど、選手もなかなか、なんかまあね、賛否両論あったりするけど、岡林！1番岡林！抑える絶対に！これちょっと岡林反応しちゃった。岡林に敏感に反応する体になってしまってる。それはちょっと申し訳ない。一旦イチローセレクションよりも、岡林！岡林何やってんの今の。岡林打ってほしいまである。岡林！待って、岡林。ちょ、待って、ペンがびっくりしてる。ど真ん中通じ、岡林打って。頼む。岡林はやっぱりいらないんだよね。一郎欲しいんだよね。新スプルに。新スプルに一郎が欲しい。一郎守備 S やっぱ、守備 S が好きだね、俺多分。性格的に。
性格的に S っていうものが好き。うん。岡林の S ね。それなんか、あ、多分通信見えたんだろうね。これどう？これちょっともう、打ってもらえない。2割の方、ちょ、舐めすぎ俺。あ、舐めてなかった。どうぞ、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 オッケー、ナイス！もう虚構出します。もう虚構で倒す。もうずっとこっから虚構。今日は疲れようが疲れまいがもう関係なっしブル。もうガン、もう虚構でガン攻め。まずはもうここら辺に甘々の、もう配球もクソもないんだけどね。おっと、まあまあ、これピンチ背負いたいんだよ。虚構でピンチ背負いたいから、あえてこの配球をします。はい。もう、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 超だけ、もう手、もう何でも、もう何でも、もう何でもいいんだけど、もう何でもいいんだよ。もうここら辺、もうここら辺に行こう。ここら辺行こう、どう？あ、なんかすごい早く振ってるけど大丈夫。で、ここら辺に行こう。これで多分、これでもアウトになっちゃうんだよ、これ多分。オッケーオッケー、よし、ナイス !2 割のだ、ナイス、ピタイピン、オッケー、はい、ご愁傷様、試合終了のお知らせ、試合終了のお知らせ、もうここら辺にこう、もうこれで終わっちゃうんですよ、このゲーム。残念ながら。ほら、今のプロスピもこれで終わっちゃうの、巨峰の、その進化で終わっちゃうのね、誰も打てないの、あれは。岡林がいるチームには、負けた場合、もうこれ、坊主なんで、絶対に負けられません。はい。岡林がいるチーム対戦した場合、坊主になります。なんで集中します、よろしくお願いします。待って、坊主が近づいてきた。最近このストレート打ててなさ、打ててなさすぎてやばいです。はい、ちょっと坊主近づいちゃうんでやばいっす。あ、それ OK、 それ OK。 柳ですね、柳とか分かんない。とりあえず打つわ。バッコリいきます。バツコリ岡林を超えて、バツクスクリーンに、それをボール。さて、ストレートお願いします。バツクスクリーン行きましょう。抜けるよ。オッケー、ギリギリだけどね。はい、打率 3, もう3割台の下手くそな打ち方ですね、今の。もう走れ。走、え、えー、落ちる。これはエンターテイメントでございます。真に受けないでください。今、ふざけてやっちゃってるんで。集中しよう。巨後がどこまで戦えるかって話だから、巨後でもうひたすら、こういう感じ。そう、それ落ちる方なんで、で、次高めから、こっち落ちない方です。オッケー、ナイス、トミー。藤村富夫だよね。名前がちょっといい感じになっちゃってるよ。オッケー、もう、ねえ、巨後手加減してよ、巨後！巨後が手加減してない！巨後が手加減してない、マジで。もうストレートギュン。もういきなりストレート来られたら、もうで同じとこに、同じとこに、もう一回ストレート来ると見せるから全然来ない。巨後？巨後！もう巨後チート！オッケー。まず一発。まだ終わんない。マッシでホームラン。うん。マシチャンス回対エース91-91、つまり死を意味する。いくいくですね。ステータスいくいくなんで、クソしょうもない、わけのわかんない勝ち方。まあでも巨峰は強いからいい。坊主回避。